止まれ、ガルト。なんで見張りがあんなに。なあ、どうしてシノのおっちゃんがここにいるんだよ。なんで俺を見張ってるんだ。いいから戻れ。そこで話をしてやる。シビさん、俺が話をします。ならなんで外に出られねえんだよ。今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら俺ってば、キュービのチャクラを感じた。ああ、そうだ。キュービのチャクラを持つ生物のようだ。キュービ以外にもどうやらそんなのがここにいたみたいでな。お前が外に出て、そいつがお前の中のキュービと共鳴して暴れ出しては困る。その動物が暴れんなら俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。戦争だ。仲間のみんなが戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があるんだ。この戦争はお前を守るための戦争だから。お前を守ることがこれからの未来とみんなを守ることになる。お前を守るためにみんな命がけで戦っている。なると、お前は己と戦え。この戦争は全部俺一人でケリをつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺を一番最初に認めてくれた先生がなんでキュービのことばっか気にして俺を信じてくれねえんだ。ただをこねるな。俺にとってお前はな。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。そして弟のようにも思ってる。俺ってばもう昔と違う。強くなった。ダメだ。強すぎる。この手紙を見ているということは、俺はお前を止められなかったことになる。綱手様からお前を雲隠れの隠れ島に足止めしておく役として任命された。その時から言ってしまったお前に俺が言えることはたった一言だけだ。絶対に生きて帰ってこい。行っちまったか、バカ野郎、この野郎。キラー B さんですね。ナルトを守ってやってください。やり方が違う、単眼。拳を俺に向けろ、簡単。了解だ、バカ野郎、この野郎。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで。あんたの言葉がナルトを守ってきた強力。来ました、ナルトです。我々結界班のやるべき時が来た。このために血の滲むような真空を乗り越え、特別多重結界を組み上げたのだ。これは俺が壊す、バカ野郎。足止め失敗。